対魔取締法違反などの罪に問われているのは元副大生の能見敏弘被告21歳です起訴状によりますと能見被告は去年10月自宅で同級生と対魔を所持また交際トラブルをめぐり男性から現金59万円を脅し取った強括の罪にも問われています起訴内容について 間違いがあるかと裁判官に問われると、農民被告は、いいえと答え、内容を認めました。裁判では、対魔は18歳で初めて使用したこと。SNS で知り合った密売人から、友人と金を出し合って購入し、ストレスを感じた時など、多い時は週に5回対魔を使用するなど、 薬物依存の状態だったことも明らかとなりました裁判は即日決審し福岡地裁の細川秀人裁判官は懲役2年執行猶予4年を言い渡しました法廷で納見被告は大麻は世界では合法な国もある危険なものと思っていなかったと自らの言葉で話しました こうした薬物に対する誤った認識が若い人たちの間で行き交っていますこうした背景が簡単に犯罪に手を染めることにつながっていると強く感じました